この試合、横浜スタジアムからどうぞ。めっきり負けが込んだ今月の太陽は、野村が勝っては4連敗、野村が勝っては4連敗、野村が勝っては4連敗と、はっきり言ってこちら野村君が投げなきゃ勝てない最悪のチーム状況なんですが、今日もその不思議な法則通り、4連敗中のマウンドへこの野村が上がりました。ところが、神様、仏様、野村様と仰がれるエース野村が今日はメロメロ。7番宇野に10号アーチを浴びるなど、2回にして早くも3点のリードを許し、先行き真っ暗の事態となってしまいます。しかしこの崖っぷちで太陽はキャッチャーの谷繁が中日先発ドラフト1位ルーキー小島からレフトスタンド上段へ今シーズン第4号ツーランホームラン。アゲマン女房がお家の危機を救おうと完全と立ちはだかります。3対2とその差は1点。久しぶりに須藤太陽にいいムードが出しかけました。ところがところが上げ潮ムードの野村谷繁のゴールデンバッテリーの目の前で5番大砲が左中間スタンドへどでかいスリーラン。須藤太陽連敗ストップの最後の砦で野村様が今シーズン解散の3回途中でノックアウトされてしまいます。さらに大砲は続く第3打席でも太陽2番手森田から今度はライトスタンド最上段へ12号ツーランホームラン。お得意の一発攻勢で得点は8対2。そして大量点をバックに中日は6回2番手与田が150キロの復権を披露すれば、7回には首位ヤクルトと直接対決に手詰めを引く主砲落合がレフトスタンドへ豪快な9号アーチ。首位ヤクルトにもうこれ以上引き離せることはできない2位中日、この一戦も完勝でした。